では、赤星様、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。えー、IAR の赤星の方から発表させていただきたいと思います。本日は、えー、とオープンソース ISA である b i 5のビジネスに対して、まあ、我々 IAR コンパイラーが不可欠な理由ということで、お話をさせていただきたいと思います。目次はもうちょっと短いんで飛ばします。はい、まず1枚だけ会社紹介させてください。弊社、まあ、IAR システムは1983年に創業で、でスウェーデンの方で創業した会社となります。 で実は今年で40周年になるんですが40年間コンパイラーばっかりやってる会社ですんである意味日本語で言うとオタク的な会社ですが、まあ、それをスウェーデンを本国,に本国で開発しながら、まあ、ワールドワイドに展開させていただいているということになります。 でまあ、商品としては何をやっているかということなんですが、えー、っと最近ようやく認知度が上がってきたかなと思うんですけど IR エンベッドワークベンチっていうことで本当に C のコンパイラー、まあ、C、C++ のコンパイラーとデバッカーの統合開発環境をメインに販売しておりますし、まあ、それに加えて CSTAT とか CLAN というソースコードの静的な解析だったり動的な解析およびそのグラフィカルなモデリングということでビジュアルステートですか最近ですとセキュリティの商品も販売させていただいております。 であと日本の支社、まあ、日本でいうと、まあ、日本法人を持ってやっておりますので、あの外資だからあのどうしても英語でサポートとかいうことが結構ないように、まあ、日本人が対応するっていう文化も20年ぐらい続けておりますので、まあ、日本のお客さんにも安心して使っていただけるものができているかなと思います。はい、まあこ そのま,まじゃあ内容に入っていきたいと思いますがあの、まあ、オープンソース ISA ということでリスク5っていうのが出てるんですが、まあ、メリットを皆さんご存じのことばかりなので復習ということでまずお話を進めていきたいと思いますまず左上、まあ、非常にきれいな命令セットなのであのこれはもうハードウェアの設計が非常に簡単になるように今できていますあの逆に今市販の まあ、ISA を自分で実装しようとするとものすごく大変になっていると思うんですけどこの辺はあのきれいに作り直したという言い方もあると思うんですが非常に作りやすくてもうコンピューターアーキテクチャの大学生4年生ぐらいがあれば一応パイプライン組めるぐらいの非常にシンプルな内容になっていると思います。で左下に行きますと、まあ、モジュール構成を取っているもうこれ今まで話いっぱい出てますが基本的な命令セット32ビット。 64ビット128ビットに加えて拡張命令が用意されていますなので例えば掛け算ですとかアトミックあるいは、えー、と不動書数というのはモジュールで選べるようになってるっていうところがリスク5の特徴になってるかなと思いますさらにカスタム命令っていうことであの自分独自の命令を勝手に実装するエリアがもう黄色のところに用意されてますんで勝手に突っ込むことができますなのでこういったところが非常にメリットになるかな で、右上がもう一つ大きいところだと思うんですがオープンソースなので、まあ、誰にも支配されてないっていうことが非常に大きいと思いますここがピンとくる方と来ない方がいらっしゃるんですがやはりこの10年間半導体見るとディスコンとか EOL っていうふうに振り回された方が非常に多いと思いますそれはなんでかっていうと作ってる会社が作らないっていったらもう終わりなんですねそれがリスク5だと例えば誰かが辞めてもあ同じメールっすと思ったやつがいるとか そういったことができます。あるいはもう完全に独自に進化を続けることもできます。なので、ここが日本のビジネスが非常に大きいところではないかなと思っています。さらに、今までこういう、んですかね、フリーなオープンソースの CPU なかったかというと、決してなかったわけじゃないと思います。なでんで受けなかったのかというと、独自で勝手にやってたからです。でそれがリスク5ですと、エコシステムっていうので非常に よく考えて作られるようになっていて、まさに赤で書いているリスクファイ5の規格を中心に IP ベンダーとか半導体ベンダー、あるいはそこに対して我々のコンパイラーだったり、デバッカー屋だったり、あるいはその上でサービスを作ったりする人、あるいはいろんなものをまだ作っている人、そういったのはどんどん組み合わさって、実はいいとこ取りができるようになってきたというのがようやくできたのかなと思っています。なのでこういったところがやはりリスクファイ5のメリットなのか。 いいう,うに思っていますじゃあ,あのディスク5がなかったらどうなのかっていうのをちょっとこうエコシステムの視点から考えてみようかなと思います例えばどうしても命令セット新しいの作らないと間に合わないんだよ性能がとかいう方ってあると思うんですけど、まあ、今までだとそういう方は汎用の IS で使えないので独自で作るってことをやってたと思いますこれは8ビットとか16ビットだったらギリギリ成立したかなと僕は思っていますなんでかっていうとハードを作るのは比較簡単です なので CPU とか、まあペリフェラーもぶっちゃけいろいろ売ってます。なのでそういうのを組み合わせれば作ることはできます。ただソフト、まあ例えばコンパイラー一つ取っても自分で作るのとか、あるいは OS どうすんのあるいは Linux ポーティングできるんだけど俺たち。っていうことでもう独自でやるには非常に厳しい世界が今来てるんだと思います。 それがディスクファイ5っていう視点で考えてみると、なぜか知らないんですが、私もあのエコシステムがもう出来上がってきつつあります。そうすると、例えば自分は命令セットだけ追加できればいいんだっていう人は命令セットだけをやればいい。あるいはコンパイラは、まあ、我々コンパイラー便なで、コンパイラーやる人はコンパイラーだけやればいい。っていうことでビジネスがそういった自分の得意なところをぶつけて勝負することができる。っていうところが大きなポイントかなと思っています。なのでシステム組む方で考えると、 自分の得意なところをどんどん投資して、そうじゃないところはパートナーにやってもらう。そういうことができるっていうのは非常に大きなところだと思います。なので、そういったところがメリットなと、あと後から差し替えができます。例えばさっき言ったリスコミュニアなしって本当にもうどうしようもないんですけど、差し替えることが可能です。なので、そういった点からもリスクファイブっていうのは非常に大事ですし、それがなぜできるかっていうと、やっぱエコシステムがあるからっていうところが非常に大きなポイントかなと、私は分析しています。 でディスク5のビジネスのソフトウェアの重要性が非常に高くなるという、まあ、ある意味当たり前のことを書いています。ですが、ここちょっと重要だと思って、はい、スライド用意しましたあの。開発とか企画段階ですね、まあ、ハードウェアの企画、いろいろプロジェクトの企画、いろいろあると思うんですけど、ぜひ最初の段階でソフトウェアの方もちゃんと考えてやっていただきたいなと思ってます。比較的ハードの方、多いと思うんで、ぜひここはあの訴えておきたいなと思います。 なぜかとと、いうとです、ね、私もハードやってたからよく分かるんですけどハードやる人はハードが楽しいのでどんどんハードに突っ込みますそうするとですね物ができるんだけどその後どうするんだっけっていうことがよく起きますなのでぜひもうハードをやってる人楽しいの僕も分かりますマイコンの命令ル、私に加えようかなとかパイプラインここ設計うまくするとね早いんだよねって楽しいんですけどぶっちゃけビジネスするときはソフトがないと全く動きませんなのでぜひソフトの方も考えてください で、えっ、ー、と、さっきも言ったようにエコシステムいろいろあります。なので、自分たちが特徴的にやらなきゃいけないところは自分たちがやるべきです。でも、そうでもないところは、パートナーを使ってやることで、自分たちのリソースプラスパートナーのパワーっていうので、開発を進めていくことができる。なので、まあ、3 2ビットあるいは6 4ビットクラスになると、独自で全てを開発するっていうのは、多分もうできないと思います。その中で、 エコシステムっていうのがあるっていうことでそれをうまく使うために何をしたらいいかっていうのを考えるっていうところをぜひやっていただきたいなと思います。でやっぱりまあ QCD っていう書き方をしますけどどこをどうするかっていうのはやっぱ考えてやらないと作っただけで終わるプロジェクトこれからどんどん出てくると思います。なのでやはりビジネスとして成立には何が必要かっていうところをぜひ今日は考えていただきたいなということであんまり私のビジネスに関係ないんですけどぜひこれは知っておいていただきたいと思います。 でえー、と次のポイントなんですけど、オープンソースの ISA ということは、d i s 非常にできてきていると思うんですが、この時にコンパイラーって何使いますっていうと、大体皆さんね、オープンソース GCC とか、l レベとか言われます。割に無邪気だなと僕思ってます。なので、ぜひこういうことを知っておいてほしいなっていうスライドになってます。えー、ともうはっきり言います、えーと、いろんなプロジェクト、ビジネス的に成功させたいんであれば、ぜひ、まあ、複数のコンパイラーに対応するっていうことを、まあ、考えていただければなと思います。 でまあ、我々別に GCC とか LVM 否定は全然しません。あの非常に使えると思ってます有用だと思います。なので、その特徴があると思ってます。例えば、えっ、ー、と、まあ、Linux とかを使われるお客さんであれば、あのもう GCC 一択になると思います。なので GCC をサポートするしかないんで、それになると思うんですけど、あるいはコンパイラー自体を研究していて、コンパイラーのところをどんどんやっていきたいんだっていうと、ソースコードがある GCC とか、まあ、LVM ってなってくると。 実は世の中ってそんな簡単なものだけじゃないんですね。ということであの実は我々商用コンパイラーとしてやっています。で、まあ、我々のコンパイラーも先ほど言ったように基本命令セット32とか64とか対応してます各所命令 M とか A とかいろいろ対応してます。なので対応してるっていうものがあってなんで我々のコンパイラーが必要かっていうと例えば機能安全対応。例えば機能安全対応で日本のお客さんは 機能安全対応のコンパイラーはないので必ず言われます。あるいは、えっと、やっぱりコンパイラーにサポートを求める方って非常に多くいらっしゃいます。なので、実は我々メーカーなので、直接メーカーがいろんなことを知った上でサポートをしています。なので、こういったサポートが必要な方。で、さらにですね、作ったものを売っていきたいって考えるとですね、日本から影を見ると、割に難しいですね、チップとか。 でそういうのを実は我々のコンパイラーやってるとあ IR のコンパイラー使ってんだってことで意外にビジネスが簡単に進んだりする。なので実はこういったところを考えていただくとそのディスクファ5をやるときにどこまで何をしなきゃいけないかっていう考えるポイントがあるんじゃないかなということでぜひこの辺は覚えておいていただければなと思いますで。もう少し言うとコンパイラーでどういうことが起きるのかっていうことで具体的には起きることを書いてます。 え近年のマイクは複数のコンパイラーに対応して、例えばドライバーとか用意しなきゃいけないっていうことになるんですが、まあ先ほど言ったように左側の Linux とか Android はあんまりここは意識されなくてもいいかなと、もうこれができちゃえばそれでいいかなと。組み込みの中はですねやっぱコンパイラー、皆さんいろんなもの使われます。GCC 使われる方も正直いらっしゃいますし、我々のコンパイラー使っている方もいらっしゃいます。我々以外の小コンパイラーを使う方も結構いらっしゃいます。 ハードやってる方はドライバーなんてすぐできるだろうって言うんですけど、後から個別の個弁、コンパネライに対応するのむちゃくちゃ大変です。最新やったいけば一発で終わるんですけど、なので、こういった点もあるっていうことをぜひ今日は覚えていただきたいなと思いますし、そういった中で自分たちのビジネス戦略にどこをどう攻めるのか、その時に必要なものは何なのか、じゃソフトは何なのか、じゃコンパーラーはどうなのか、っていうことをぜひ考えていただきたいなと思います。 でコンパイラーが対応してないだけで、えー、と我々ビジネス上でいろいろ見てきたんですけどやっぱり商談落ちることも結構ありますあそこのコンパイラー対応してないいらないあんな形とっていうこともあると思いますのでぜひそういった視点でもあの見ていただけるといいのかなと思ってますはい じゃあその時に IR のコンパイラーどんな特徴があるんですかという紹介だけ簡単にさせていただきます、えー、とまあ40年コンパイラーだけをやってきた会社なのでやっぱりその組み込む向けのコンパイラーとしては実はかなり工夫をしたり最適化をしていますでデバッカーデバッグできるような最適化をしてあのうまくこうバランスできるようなこともいろいろやっておりますであの我々の商品買っていただくと分かるんですがいろんなデバイスマイコンに向けて準備した段階でリリースしております なので、我々チップ作る人たちとは連携して、あのユーザーがもう買ったら、もうそのまままっすぐ使えるっていう状況で、いろんなデバイス設定とか、原価設定とか、そういったものを用意してお出ししておりますので、こういったところをあの最初から用意してビジネスしていないといけないっていうことにもなると思います。で、あと、我々のメリットとしては、オプション機能として、コード解析ツールとかありますので、そういったものもまあ安価で使えますし、まあ、統合開発環境でオールインワンで使えます。 っていうところもありますであとは新しい技術への対応は非常に早く実施しているつもりです。なのであの逆にと自分たちだけでこういうことをやると非常に大変だと思いますのでぜひそういったところを見ていただければな。ということで今日は5つほど簡単にご紹介をしていきたいと思います。はいでまあ我々、すでにまあ IR のコンパイレーンで多くのお客さんに使っていただいております。実はその 今、対応している主だったものを書いたんですが、ARM コアもうそうですし、ルネサスさんのコアもそうです ST さんとか NXP さんとか、そういった TI さんとか、そういったところのマイコアもコンパイラーしてやらせていただいてますので、実は世界中に非常に多くのユーザーを持っています。なので、そういったユーザーがすでにいる、組み込み業界にいるっていうことを考えていただければ、ちょっと我々と一緒にやるっていうここがいろいろ見えてくるんじゃないかな。で現状、15万円のアクティブユーザーはいると思いますので、まあ、こういった ビジネスを我々やってますので、ぜ、ま、ひ、あ、こういったコンパイラーとか、RISC-5 でビジネスするときも頭に入れておいていただければと思います。で2つ目の理由になるんですが、えー、IR のコンパイラーとして RISC-5、新しいものです。えー、と2019年ですかねにリリース、最初の半をしています。そこから今年で大体5年になると思うんですけど、13回もうバージョンアップでリリースかけてます。 なのでどんどん新しいものに対して対応したりあるいは最適化をより強化したりするっていうのをやっています、まあ、全部読むと面倒くさいんですけど例えばマルチコアのデバッカー機能を機能アップしたりあるいは新しい先に出とズフインクスみたいなそういった命令セットにどんどん対応していくっていうのをどんどんやっています逆にこれが自分たちでやらなきゃいけないっていうとかなりしんどいと思います なのでこういった点もあの最新のいろんなものに対応しますし、われわれいろいろ作っているところこともお話ししていますなので、もしニーズがあればお声がけいただければ、あのそれに応じた対応もできる可能性がありますので、ぜひこの辺も頭に入れていただければいいかなと思います。で、3点目がです、ね、やはり組み込みで大事になってくる、特に日本の産業界、機能安全というキーワード、非常に出てくると思います。 で機能安全って面白い仕組みでコンパイラーの認証をユーザーがしなさいっていうむちゃくちゃな企画なんですよ。で、こんなの普通のユーザーできるわけないんですね、ただ機能安全っていうのは使ってる人が一番よく知らなきゃいけないから、使ってるユーザーさんが認証しなさい、コンパイラーのテストあるいはユーザーにしなさいって言ってるんですね、そういったことをする企画になってます。 でその中で実は我々 TUF の大、まあ、ちゃんとしたところの認証を受けてますので実はここの認証を受けたものは、まあ、第三者のまあ認定機関によって認証されてるっていうことでユーザーの認証は我々の紙を出すだけで実は通ってしまうっていうようなこともあります。なので実は機能安全とかが出てくると必ず我々が、まあ、我大体表に出ることが多くて対応させていただいております。 で昨日は、ね、その証明書があればいいだけじゃなくていろんなガイドとか作らなきゃいけないんですね、ユーザーさんが。その時に役に立つ我々、例えばセーフティーガイドとかあるいはその不具合の情報もお出ししています。なのでそういったものを定期レポートしてお出し出し,してますのでこういった情報がないと昨日は非常に困ってしまいます。で逆に言うと GGC の不具合レポートがあるかないかも。 知らないんですけど、よく分かりません、僕。なので、そういったところが我々メーカーとして責任を持って管理しているというところでやらせていただいております。なので、そういったところで我々のコンパイラーというのが、いろいろユーザーさんには、えーとまあ、使っていただけているのかなと思うポイントになります。で、4点目はですね、ちょっとちっちゃいことになるんですが、まあ、安価なミスらしいチェッカーというのを実は搭載、オプションで用意しています。なぜかというとですね、先ほどいろんなコンパイラーに対応してくださいよって言いました。 C で書いたら結果一緒じゃないのって皆さん思われてますけど、えー、全然なりませんコンパイラーにはですねもう企画書に書いてるんですけど勝手にやってくださいとかこれは決めてませんとかそういう企画が実はえっと100いくつありますなので C で書いたからといって結果が同じにならないんです実はそれを防ぐために、まあ、それ以外もあるんですけど珍しいはそういったことが起きないような、まあ、コーディングのガイドラインになってます非常にうるさいんですけど これでやっとくと、後々楽になるよっていうことで、まあ、先ほど言ったように、いろんなコンパイに対応しなきゃいけないとか、あるいは機能安全っていうと、こういったキーワードが出てくると思いますので、こういったのが安く使えるっていうのは、一つ売りになるかなと思ってご紹介をさせていただいております。はい。で、あと理由の5つ目、まあ、これで今日最後にしますけど、えー、あらゆる技術資料、いろいろやっておりまして、サポートもかなり真面目にやらせていただいております。なんでそれができるかっていうと、メーカーだからです。 あのメーカーなんでここどうなってるのっていうのは最悪ソースコードを追わせてデベロッパーに答えさせますなのでそういった形でできますしあのこういった質問フォームも用意しますんであの英語じゃなくて当然日本語でもできますでさらに真ん中のところはですねあのウェブのコンテンツになるんですがいろんな情報を積極的にやっておりますやはり最近組み込みマイコンも,もう昔と違って複雑になってますなので情報発信を非常に多くさせていただいているということでこういったホームページ上で公開もしますし 右側ですね、えー、っとこれはディスク5のトパーズっていうのは、ちょっと載せたいなと思ってやったんで、実はその時の情報をまとめて限定公開もしています。なので GCC で作ったプロジェクトをどうすれば EW、我々の環境に持ってこれるのかっていうような情報も限定で公開させていただいたりもしています。なのでまあ我々まあ技術的なサポートだったり情報を積極的に公開させていただくっていうことでやらせていただいておりますので、まあ、こういった点からもぜひ今後ビジネスする上で IR という名前を覚えていただければいいかなと思います。じゃあ最後まとめとして入れさせていただきたいと思います。やはりリスク5、エコシステムって非常に大事だと思います。で、エコシステムをうまく使うことでビジネスが加速しますし、しうまく使わないとあんまりしません。で、残念ながら日本の会社はエコシステムというのはすごく下手だと思います。なので、やはり日本が今、ビジネス的になかなか世界的に見るとあんまりうまくいってないのは、やっぱりエコシステムを使うのが下手だった。 でうまくエコシステムを使ってやるんだっていうふうに発想を変えていただくといいかなと思ってます。で、3つ目のところに行くんですが、まあオープンソース、リスク5ありますが、オープンソースのプロジェクトだからといって、オープンソースのコンパイラーを使わなくていいっていうことが今日分かっていただけたと思います。ていうか、必要に応じていいものを持っていく。これがそのリスク5のエコシステムが実現できることだと思います。なので、ぜひコンパイラー、いろいろあるんだなっていうところと、 あ向き踏み切ってあるんだなということを今日覚えていただければいいかなと思います。で、弊社はまあ40年やってきましたということ、いろいろ経験もありますので、いろいろサポート含めてやらせていただけると思いますので、何かあればお声がけいただければと思います、はい、います <laughs>、えー、それではあの質問応答に移りたいと思います。 あの、Python をこれでコンパイルして、シートがプラプラと同じようなレベルにできるコンパイラーってあるんですかわれわれは少なけれやってません、ごめんなさいっていうことでいいですか、ねや、やってません、はい、それやってほしいんですけどと <laughs> あの。ニーズとしてはちょっと受けたまりましたが、すぐにできるかちょっと分かりませんっていう答えになります。はい あ今だと例えばラストっていうのも結構お客さんの要望から出てきたてりはしています。ちょっと今本国のでどうするかっていうのはいろいろ議論をしてる状況にはなってます。すいませんあの我々古い世代だといわゆるまあ C プラプラが最後ぐらいでそのもっと前のフォートランとかの世界からスタートしてたんですけど最近今ここにいる大学ではそんなもん教えないで Python しか教えてないんですそうですね。でそれでで全てててて授業してなんかやってるっるうんで いいか悪いか置いといて、とやっぱりそれをこのクラスでも使えるように、ぜひともトップメーカーはしていただきたいというのがお願いです。以上ありがとうございました。はい、受け止まりました。<laughs> えっとどうぞ次のご質問。ちょ少し前の方。えはい。どうぞ。どうぞいました。えっと一つ質問なんですけど、えっと。 まあ通常、私たちがよく使う GCC と比べて、まあ、御社のコンパイラーはの違いなんですが、例えば、機能安全の認証を得られてるっていうことがあると思うんですけど、他に、例えば定量的にどう,どういうふうなことに着目して、コンパイラーを選べばいいかっていうことなんですけど、まあ、あと、他に、御社以外に、えー、っと、まあ、何社か、 コンパイラーメーカーあると思うんですが、うん、どういうメトリックを見て選べばいいかとか、まあ、そういうアドバイスをお願いします。あはい、ありがとうございますあの。一つはやっぱり最適化だと思います。で、われわれちょっと一部ウェブにも公開していると思うんですけど、やっぱり GCC さんよりかなりまあコードサイズが小さかったり、うん、あの性能的にもいいものが出ていると思います。なので、大体世の中だとグリーンヒルズさんか IR かっていうのがパフォーマンスだったりっていうので必ず出てくるものだと思います。 なのでやっぱりパフォーマンスが必要な場所ですとか、あるいはやっぱりそのコンパイラーもただコードが出ればいいといっていろいろ内部も分かった進めたいとか、そういった場合ろ、まあ、は GCG はソースを読めばいいんですけど意外に大変だったりしますと。なので、そういったところはまあサポートがついているところっていうところも1つその選ぶポイントにはなってくるかなと思います。なので、性能とサポートが大きなところになってくると思いますし、あとデバイスでいうとですねあのサポートをいろいろ半導体ベンダーと我々連携してやってます。なので もうリリースされた段階では我々準備ができてるっていうことが多くですねいわゆるコンパイラ使うときにコンパイラ,ーパイラー本体だけじゃなくて例えばヘッダーファイルとかリンカー設定とかそのデバッグの時に値を見るような機能そういうのが意外になかったりするのでそういったところも含めてやらせていただいてますっていうまあサービスを含めて見ていただいておりますありがとうございますはいありがとうございますじゃあ時間ちょうど時間となりましたのであの終わりたいと思いますどうも大変ありがとうございました